読谷村ザケミに来ています。今日はクーピーファッションアートグループがビッグアートを制作するとのことです。私も参加してみたいと思います。クーピーファッションアートグループは、障害者はアーティストだをコンセプトに、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、あらゆる分野の活動に参加できる社会の実現に寄与することを目的に活動している団体です。クーピーファッションアートグループの設立のきっかけを教えていただけますか。はい。準備期間もあったんですが、設立は2002年の4月です。で、障害者と健常者の間に入ってさまざまなコラボレーションを生み出そうと、ユニークな作品、デザイン性の高い作品を生み出してこうどんどん世に出していこうと。で、そのことから社会参加のきっかけを作り、あるいは才能発掘の機会を作っていこうということでスタートしました。では実際どういった活動をされているんでしょうか。クーピーアートではその障害者の方が描いた原画を元にしてアーティストがデザインする。で、その施設の中ももちろん本人も施設の仲間あるいはボランティアで一緒に絵を描いて完成させたいという気持ちで集まってくれた人たちが力を合わせて巨大な絵を描き上げます。ビッグアートと呼んでるんですが、そのビッグアートを描く機会は貴重な交流の場にもなってます。今東京、神奈川はじめ日本にも全国にも広がりつつありまして、海外ではとベトナムのホーチミンの方でも、そのクーピーアートの活動沖縄発信でスタートしています。で、今回の、ビッグアートのデザインの方なんですけども、ネットワーク創生の、城間萌香さんの作品が原画になってます。クリスマスということでクリスマスのイメージをして皆さんで描きましょう。はい、いいですか。はい、じゃあはい、それじゃあ始めです。ビッグアートは、障害を持った方が描かれた原画をもとにですね、今回の絵は、このトナカイと、あとクリスマスケーキ、そしてこの雪だるま、これを原画をもとにして、で自分が一つの作品になるようにデザインをします。それを3.6×1.8メートルの大きなシートにですね、それを描いてそれをみんなで、ペンキで色塗りをしていくっていう感じですね。今回制作されるビッグアートとはクーピーファッションアートグループが行っているイベントの一つです。障害児者が描いた絵を本人やその関係者だけではなく、プロのアーティストから一般の方などたくさんのボランティアの協力により巨大な一枚の絵に仕上げる作品のことです。みんなで一つの作品を作り上げることでノーマライゼーション社会の実現を目指しています。ビッグアートに参加してどうですか。めっちゃ楽しいです。ペンキに色しました。どんなだったねって。どんなだった、楽しかった。楽しかったです。クリスマスを塗りました。はい、ありがとうございます。よーどこ行けばいい。そうですね、お子さんとかは結構もう体中使っても洋服も手も汚れるぐらいすごいはっちゃけてくれて、大人の方も時々もう我を忘れたかのようにわーってやってくれる方もいらっしゃいます。完成したビッグアートは、各自治体や観光庁のロビーで、さまざまな企業の施設、那覇でしたら産業支援センターとか、あと、那覇空港のウェルカムホールなんかでも飾ったりするんですが、いろんな方のに見てもらうためにイベントにも参加してこう展示していってます。で、それがきっかけで例えばそのデザインが T シャツに採用されたり、で音楽 CD の歌詞カードやジャケットブックのデザインに採用されたり、あと舞台の方ではリボンという有名な舞台があるんですが、その舞台芸術に採用されたりというようなきっかけが生まれてきてます。
今後はそのクーピーアーティストである作者の皆さんにこの経済的な還元もできる仕組みを作っていきたいなと、それに結びつけていきたいなということで今みんな頑張ってます。私たちの生活の中で障害を持った方と一緒に何か一つのことをやり遂げることはなかなか体験できることではありません。しかし今回クーピーファッションアートグループのビッグアート制作に参加して障害のあるなしは全然気になりませんでした。これからももっと活動の輪が広がって障害を持った方々がごく自然に社会参加できるようになりたいですね。